ご視聴ありがとうございます。ありがとう、ありがとうなんだぜ。この度我々のチャンネル登録者が300人を超えたということで、出演陣ともども大変感謝しております。いつもコメントやアドバイス、大変助かっております。ということで今回もやっていきましょう。マリオサーキットも動物の森コースも好きだからどっちでもいいわね。サーキット系が好きな鬼嫁です。ごちゃごちゃしたコースはよくわかってないからだろ。動物の森か。どこだよー。やったことあるコースだろ。そんなに騒ぐなよ。なんとかレートをここまで戻したよ。まだ振り出しにも戻ってないけどね。最近レートの低い人はあまり見なくなったのよね。じゃあレア人材ってこと、貴重みたいな言い方するな。レイムキングテレサ、マリサムラビトです。レイムの車は熊で、カイトは雲です。いつまで見た目重視でやってんだよ。そしてここのコース名はグラグラ火山ですかね。合ってるよね。もうすごい不安そうじゃん。鬼嫁しっかり。スタートいたしましたー。ここのコースがグラグラ火山であれば、コース終盤の方でショートカットが可能だそうです。レイムがスタート序盤で1位。あー、みるみる抜かれていく。3秒で夢は終わったわね。と思ったらそうでもない。緊張してきた。レイムあんまりアウトコース走ると抜かれる。抜かれたね。いやー、レイム2位なんて2が重すぎますよ。お前本当に1位取る気あるのかよ。レイムプレッシャーに弱いんですよね。上がり小だし。赤コーラ来てるって。なんとか回避できましたね。おそらく後ろの人が犠牲になってくれてるんだぜ。でこっちにも来た。キノコで逃げる。なかなかいい順位をキープしてるわね。このブーメランはどのタイミングで使えばいいかわからなくてずっと持ってます。私がいるから後ろには投げるなよ。大丈夫です。そんなことこの時は全く気づいてません。キングテレサがブーメランを持っている姿が好きなペチの人、じっくり見ていってね。お前何さりげに落下して順位落としてんだよ。黙ってればわかんないって。みんなわかってんだわ。よしうちのポチ前の人を撃たべ。そんなん振り回してたら人花法違反で捕まるぞ。人花法違反ってなんだよ。人食い花を振り回した系。ははははは。捕まえれるもんなら捕まえてごらん。ずってだいぶ順位落としたからな。うちのポチが、ポチ、ポチがじいちゃん食おうとしてるように見えるのは私だけか。ポチお前はなんでそこまで感情移入できんだよ。悲しい。ポチの分まであなたたちは精一杯走るのよ。それがポチにしてあげられることよ。霊夢頑張る。この二人についていく私の身が持ちません。きっとポチからの贈り物です。ポチも応援してくれているのでしょう。私はスターだったけど。てまりさ落下してんじゃないわよ。せっかくのスターだったのに、ポチからの贈り物を無駄にしたのかい。ポチからの贈り物じゃないから。ガガ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 。もうこれはいい順位を取らないとポチに顔向けできない。前の人に恨みはないがポチの願いを汲み取ってあげないと。ちょうどタイミング良かったのか悪かったのか前の人落としちゃったけど。話せば分かってくれるよ。いつ話すんだよ。あ、今霊夢がいるあたりでショートカットできるらしいけど、全然分かんなかったわね。今は無理。ちょっと気抜いたら順位落ちる。大した順位じゃないけどな。ポチのためにも今回トリプル赤コーラー。これは偶然なのでしょうか。偶然だろ。じゃあ、今度は、ポチの片身が、片身じゃないからね。一度とならず二度までも、アイテムボックスから出たやつであって片身じゃないからね。ゆうさん、もしもし、聞いてます。なんであんなところに赤コーラ落ちてんだよ。それポチの片身だよ。ひぃ。ポチの死をバカにしたからなのか、それともポチの片身を踏んでしまったからなのか、マリサなんだかボコボコにされています。しかも落下までしたんだぜ。本当にポチの呪い。マリサはラスト一周気をつけてください。何を気をつけるんだよー。怖い。安全運転を心がけます。命を落としかねない。マリサの分までレイム頑張ってくるから、行け。イカ太郎。イカはちょっとアイテムとして微妙だったかしらね。お互い金キノコを持ってるけど、もう少しでショートカットできるとこだけど、右に木が見えるとこらしいわよ。どこどこ？あ、右に木が見えました。って気づいた時にはもう遅かったです。じゃあ、キラー、キラーでいたら襲われることもない。レイムに赤コーラの影が。やめてー。この間に一気に抜かしてくぜ。やばい。せっかく4位だったのに。あ、キラーの力もここまでか。だが8位ならなんとかレートを下げずに済むな。あ、レイムゴール前で4位か5位かの接戦ですね。レイム残念5位。ポチ。ごめんよ。せめて4位は取りたかった。私はせめて8位になりたい。マリサまたスター使って落下してたね。キラー来てる。あ、順位落ちた。ここまでか。寂しげなモーター音をお聞きください。マリサ残念。次は頑張ります。さてレートはどうなったでしょうか。なんとレイムが1000になりました。これでちょっとはポチも浮かばれたかな。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうな。よかったらチャンネル登録もよろしくね。